アイスランド諸島及びノルウェー西海岸とアイスランドの間にある北大西洋の諸島。デンマークの自治領であり、デンマーク本土、グリーンランドと共にデンマーク王国を構成する。面積は1398.85平方キロメートル。人口は52,337人。中心都市はストレーモイ島のトースハウン。 フェロー諸島共和国という国名でデンマークからの独立主張がある。アイルランドの修道士が最初に発見して修道院を築いていた。その後、9世紀頃、ノルウェー西部からノルマン人が入植し、11世紀にはノルウェー領となった。1380年、ノルウェーとデンマークが同訓連合に入って、以来はデンマークの支配を受けている。ただし、 第二次世界大戦中は、ナチスドイツに占領されたデンマーク本土とは分断され、イギリスの占領下にあった。この期間の住民自治が、自治政府要求の住民運動につながった。1946年に行われた住民投票では、フェロー諸島の分離独立派が勝利したが、デンマーク政府によるフェロー諸島議会の解散により独立は阻止された。 1948年には国防と外交の一部を除く権限を持つ自治政府が成立した。デンマーク本国は1973年に欧州共同体に加盟したが、フェロー諸島は本国とは異なる独自の外交路線を歩んでおり、現在も欧州連合には加盟していない。国家元首はデンマーク国王であるが、域内行政は自治政府によって行われている。 行政の長は首相であり、議会により選出される。フェロー諸島議会は33名の議員で構成されており、4年ごとに選挙が行われる。これとは別に、フェロー諸島は、デンマークの国会であるフォルケティングにもに議席を有しており別途選挙により議員を選出している。デンマーク本土から距離があることや、第二次世界大戦中の自治経験により、独立運動があり、 2000年代においては独立派が多数となっている。衛星写真地図フェロー諸島は北欧の沖、ノルウェー海と北、大西洋の間、アイスランドとノルウェーの中間付近に浮かぶ。座標は北緯62度整形7度、北緯62度整形7度62、62マイナス7、海岸線は1399キロメートル。涼しい夏と温暖な冬がある。冬は ドン天で霧と強い風の日が多い。島は多少の起伏がある高涼とした岩場で、海岸は崖が多い。スレターイティンジャーの海抜882メートルが最高地点。フェロー後には霧の表現が30以上あると言われる。フェロー諸島は次の18の島々からなっている。フェロー諸島の羊漁船と漁師中世から羊の放牧が行われ、 諸島内には羊が9万頭いると言われる。フェロー諸島のフェローとは羊の意味という説が有力。また、馬や牛、ヤギなどの放牧、養鶏なども盛んである。牧草の栽培は諸島の至るところで行われている。ただし、高緯度冷涼な気候のため、牧草以外の濃厚には適していない。伝統的な放牧と並行して、 古くから水産業も盛んであった。現在は漁業が産業の中心となっている。漁獲された魚介類や水産加工品の多くは日本の水産会社などが買い付けて最終的に日本国内へ運ばれる。フェロー諸島産の鮭や白身魚の冷凍フライなどが代表的である。鮭は養殖が行われている。また白身魚のうちたらは フィッシュチップスなどとして食される。さらに、トースハウンには、寿司店もある。こうした豊富な水産資源が、経済面で、独立志向の裏付けとなっている。イギリスとは、イギリスの欧州連合離脱後に発行する条件で、自由貿易協定を締結している。また、捕鯨国の日本、アイスランド、ノルウェーと同様に捕鯨が行われる。 伝統的な捕鯨の手法が残り、地域住民が共同してクジラ取りに参加する習慣は今でも残る。フェロー諸島が EU に加盟しない大きな理由は捕鯨政策の違いにあるとされる。2018年1月、クラクスウィークは日本で捕鯨の伝統を持つ和歌山県大事町と姉妹都市提携した。牧畜や水産業に加えて、 現在のフェロー諸島で注目される産業は北海油田のフェロー諸島領海域の石油開発である。これは地域経済を支える収入源として期待されている。フェローダンスを描いた切手フェロー諸島は音楽や伝承の宝庫である。いずれも古い北欧の文化を残すものでノルウェーやアイスランドともまた違う。フェロー諸島の人々にとって 祭りやクリスマスなど時期を料理に欠かせないのがチェーンダンスである。このチェーンダンスはバイキング時代には北欧で広く行われたようであるがキリスト教家の家庭の中で徐々に失われ現在ではフェロー諸島にしか残っていない。踊りは東ヨーロッパのポルカに似ている。先導役に合わせて島の雇用を大合唱しながら足を踏み鳴らす。これが フェロー諸島の最重要行事であるオラフ祭の時には国会議事堂前の広場は国中から集まってきた人々によって巨大なチェーンダンスが深夜から朝まで続けられる。もちろん式を取るのは首相。これはバイキング時代の集会の名残で直接民主制に付随するように形式的に現代まで引き継がれている。ほぼ国民層での熱狂的なチェーンダンスが終わっても 町内単位で朝までチェーンダンスが続けられる。世界的に活躍する女性アーティストとしては、アイボールポルスドッティルやレナ・アンデルセンなどが知られる。アイボールは2007年と2009年に来日公演を果たしている。また、バイキングメタルバンドのティアは日本でも CD がリリースされるなど世界的に活動している。2011年の調査で、 キリスト教徒が95.44%、無宗教が4.04%で、その他宗教、宗派は残りであった。2017年の統計では、島民の80.2%がフェロー諸島教会に所属している。この教会は以前はルーテル派のデンマーク国教会の一教区であったが、2007年に独立した。草の屋根アクセスボーアル空港がある。 ボーアル島とストレーモイ島の間は、海底トンネルのボーアルトンネルで、ボルイ島とエストロイ島の間はノードイトンネルで、エストロイ島とストレーモイ島の間は、エストロイトンネルで結ばれている。フェロー諸島デンマーク大使館 AB さらばデンマーク。自治領、フェロー諸島に独立機運 AB 歴史と、文化デンマーク大使館政治デンマーク大使館、ハワイで、独立運動の兆し観光収入や、 軍の使用量で、自立の急に a b チリと、地質デンマーク大使館 ABC、AT 雑誌員現場を旅する、フェロー諸島独立の夢、支える魚、朝日新聞グローブ217号、17面2019年5月26日、閲覧。経済デンマーク大使館、クジラつながりで、和歌山、大次長が、フェロー諸島と、姉妹都市連携締結。産経新聞。 h t t p s w w w s a n k e i c o m n e w s 1 8 0 1 2 4 w s t 1 8 0 1 2 4 0 0 3 4 n 1 h t m l 2 0 2 1年1月18日閲覧。おろぶ増加、learn about the National Day of フェロイロンズ・フェードアウト、二千二十年六月二十六日閲覧。CS 十点一、ニッポピュレーションバイレリジェスフェイス、エデュケーショナルアテーニアメント、オキュピーション、カントリーオブバース、イヤーオブアライバルインザカントリーアンドプレイスオブユージュアルレジデンス、スミリルラインのベルゲン発着とシェトランドラーウィック。経由は二千九年一月に廃止となった。ありがとうございます。